山川がすぐ FA しない理由。西武から単年契約で残留の打診を受けている山川は球団事務所に姿を見せず、西武の渡辺久信ゼネラルマネジャーはまだ連絡が来ていない、もちろん待っていますと語った。東部リーグ王者へ移籍待ったなし、大球団と最終の詰めに入ってるんだろうな、サイレント不合格食らってるんやろ、今シルエットになるために秘密裏に交渉しているからしゃあない、マジで球団のこと恨んでるっぽいな、これはこれ自分は被害者と思っとるやろ、連絡すらしないってもう出る気満々やな、立浪が獲得調査報道で取るんやから安心して宣言せいや。ご視聴ありがとうございました。野球知識や思ったことをコメント欄にぶつけて、コメント欄を盛り上げてほしいです。チャンネル登録よろしくお願いします。